ボートレース福岡でお送りしてきました G3 オールレディースラブ FM 福岡なでしこカップ、優勝という大輪の花を咲かせるのは一体誰か。シリーズ6強は1号艇広島の海野ゆかり、2号艇福岡の魚谷香織、3号艇滋賀の香川元子、4号艇福岡の日高逸子、5号艇福岡の深川真奈美、6号艇佐賀の山本里奈です。6艇枠なりでバック側に並んでいます。インには1号艇の海野ゆかり、最終的に好枠をつかんだのはこの海野です。チャンスを生かしきり今年2回目の優勝となるか。2コース2号艇の魚谷香織、4年前当地のオールレディース以来の優勝を目指します。3コース3号艇香川元子、準優勝戦は3コースからのまくりが炸裂しました。4コース4号艇の日高逸子、当地8回目の優勝へ角4コースから。5コース5号艇の深川真奈美、船足光るのはこの深川です。6コース6号艇の山本里奈はこれが自身3度目の優出となりました。福岡なでしこカップの優勝戦、枠なり3対3で1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。アウトの手ほど若干好スタートですが、ほぼ横一線の状態から一周一マークの攻防に向かいます。イン先前は1号艇の海野、2号艇の魚谷、握って膨れました。内側から5号艇の深川、さらには3号艇の香川のサッシュハンドル、1号艇の海野を刺して捉えてくるか。3号艇の香川、スタートは前提正常でした。さあ激しい優勝争いですが、有利に運んでいく1号艇の海野、まずは一周の2マーク1号艇の海野がトップで回る。続いて3号艇の香川、その外を行きます6号艇の山本、先頭は1号艇です海野ゆかり。先頭1号艇の海野が抜け出しました。2番手が並んできました。3号艇香川の外に並ぶ6号艇の山本、すぐ後ろからは5号艇の深川が追いかけます。2番手争いから2周1マーク、先に手を回すのは3号艇の香川、内を狙ってくる6号艇の山本です。3号艇の香川が1歩2歩とかわしてきました。6号艇の山本が3番手、上位体系1番3番6番で2周2マークに向かっています。先頭で回ります1号艇の海野ゆかり、2番手が3号艇の香川元子、後続艇を避けるように逃げて回ります6号艇の山本里奈が3番手をキープしています。上位体系1番3番6番でこれより最終周回、その後方に5号艇深川真奈美、4号艇日高逸子、2号艇魚谷香織、先頭1号艇の海野ゆかりが最後のバックに駆け上がる。続いて3号艇の香川元子、3番手6号艇の山本里奈で向こう正面です。上位体系は1番3番6番1、3、6の3連単のオッズは 38.2 倍を示しています。先頭は1号艇の海野ゆかりです。当地はこれが3回目、通算では62回目、そして今年2回目の優勝をがっちりと掴んでいきます。優勝戦上位体系1、3、6でゴールに向かっています。先頭1番海野ゆかり優勝のゴール、3番香川ゴール、6番ゴール、4番と5番、5番と4番は接戦でゴール、2番ゴール以上前提ゴールインしました。